ゲーム音楽の常識を覆してやりたいな。経験したことがない。どういうことなんだろう。音楽の綱引きをしてる。和も超えたような、めちゃくちゃ合う。あまりにも個性派すぎて、山の精霊が宿ってるかもしれない。このメンバー、知る人ぞ知る新世界というタイトルの同じメンバーで再び一緒に仕事できてすごいありがたいなと思ってますけど、川田ディレクターの持つそのアートの、まあ、センスとかをやりたいことみたいなパッションの部分にすごくまあ僕も共感して、チームの世界観を昇華するためにやっぱり青島さんとの協業っていうのはマストかなというところで声かけさせていただいたと。夕方になるにつれて、最初はすごくこう遠くで村人がちょっとこう演奏してる感じの静かな感じで始まるんですけど、だんだんそこにノイズが入ってくるんですよね。こう侵食してくる感じが入ってきて、こうまあ音楽の綱引きをしてるみたいな。その異国側の音だったりサウンドっていうのはエレクトロだったりノイズだったりデジタルな音をコンセプトにしてたので、それに対して人間側のそちら側はナラティブなアコースティックなサウンドっていうのは注意して制作してましたね。ボスの BGM なんですけども、宇佐美くんの方からちょっと相談が最初ありまして、ボスの音楽ジャンル全部変えていいですかみたいな話があったんですね。一体どういうことなんだろう。デザインがあまりにも個性派すぎて、逆にプレイヤーに絶望を与える音楽とかそういうのから一回離れて、ボスが週末聴いてそうな音楽もこの言ってることがちょっと面白すぎる。最初の形になる部分で青島さんっていうアウトプットがあるんで、まあ多少ジャンルが変わってもおそらく合う、作風としては合うだろうという自信があったってもあるんですけど、なんか品質管理部の方も最初聞いた時に和風のゲームなのに急にジャズ流れてきて大丈夫なんですかみたいなあったんですけど、ゲームプレイしてこうやっていただいてるとめちゃくちゃ合うみたいな。やっぱりその音楽とかって青島さんもそうですけど、こう気持ちって宿ると思うんですよね。やっぱそのそこで叩くっていうエネルギーみたいなのを、なんかそういうのを恥ずかしげもなく伝えれるのが青島さんだったっていうのはあるかもしれないですね。山の精霊が宿ってるかもしれない。山の神々がねっていうところがっていうのが、そうですよ。拠点曲で流れるピアノ曲なんですけど、青島さんからこう練習してはるときに流れるテンポから外れたリズムの抑揚、そうですね、リズムの抑揚が本当にすごく感じてて、しかも山に持って行って多面体スピーカーで実際に山でまた再生してマイクで撮るっていうのをやってるんですね。本当はピアノを持って行きたかったんですけど山に、それは難しいということで、ゲーム音楽の常識を覆してやりたいなっていう挑戦的な気持ちもありまして、音楽性のレンジですね、そのコントラスト、すごいアンビエントでミニマルな音とか音楽もある一方でノイズだとかエクスペリメンタルな部分もあるので、そういった二面性コントラストといったところに注目していただきたいと思います。インタラクティブなものに対しての音作りというか、まあ、声入れだったりとか普通のものとまたちょっと違うというか、なんか今までだと映像に合わせて声を入れるとか歌を歌っていくって感じだったんですけど、登場人物になりきっていないとこのシチュエーションではこうかな、このシチュエーションではこうかなっていう想像力が働かないなと思ったので、より難しさがあった気がします。民謡のようなものを彷彿とさせるような曲だったので、塚谷さんの音楽はエレクトロのサウンドの中にすごく柔らかい温かさがあって力強いビートもあるんですけど、こう広がっていくシンセサイザーのこうふわーっという音が世界観にすごいフィットするというか、言葉にならない部分までこうなるべく伝わるように
そういう風なイメージを持って歌ってるので、自分が経験したことがないけれども実際にゲームの中には存在してる世界をこう自分の中で解釈して、言葉とその裏側、声の響きだったり感情だったりで伝えられたらいいなと思って歌ってみました。プレイステーション。